はい、今回の限定です。すき家よりごま油が香るネギキムチ牛丼と、鶏つくねごぼう汁も新発売で出てましたね。ネギのキムチって結構珍しいですよね。白菜とかと違ってどういう味で食感なのかがちょっと楽しみですね。シャキ辛って書いてあるんで、まあシャキシャキしてるでしょう、ネギですからね。ちょっと楽しみです。いろいろカスタムというかできますけれども、自分はとりあえず普通でいくか。温玉美味しそうですけどね。ノーマルでいきます。鶏つくねごぼう汁新発売です。新発売っていうか期間限定じゃないかな。これもいただいてみたいと思います。さあ、ネギキムチ牛丼並です。見た目は結構辛そうですね。まあ辛そうというか食べてみると普通に辛いですでシャキシャキ食感のねキムチで、なかなか面白いですね。これ美味しいですよ。すごく美味しいです。牛肉とめっちゃ相性抜群ですね。当然ご飯と食べてもめちゃくちゃ美味しいので、いやこれハマるな。定番化してくれないかな。定番だったらいいですけどね。まあ、結構辛めなんで、辛いの苦手な方はちょっと注意かもしれないですね。やみつきになりそうな味ではありますが。さあ、こちらは鶏つくねごぼう汁ですし、まあ限定なんですかね。ごぼうが時期ですからね。まあ、ごぼうと鶏の出汁がすごいよく出てます。普通の味噌汁と違って、まあちょっとあっさりめな味ではありますけどね。ごぼうの食感いいですね。食物繊維たっぷりですよ。つくねはね、柔らかくてふわふわしている感じですね。そんながっちり硬いものではないです。これもまあそこそこ美味しいですね。限定シリーズでも結構美味しい方だと思いますよ、これ。ぜひ皆さんも食べてみてください。今回の動画はここまでです。ありがとうございました。